ジャン・クリストフ、ロマン・ドラン。前回の続きからです。優れているだけにますます間違った愛情を押しかぶせて芸術家を窒息させるのだった。その愛情はひたすら天才を飼いならし、平らにし、枝を切り削り香りをつけて、ついには天才を自分の感受性や小さな虚栄心や平凡さと同程度のものとなし、自分たちの社会の平凡さと同種のものとなしてしまうのだった。クリストフはそういう社会を通り過ぎただけではあったが、その危険を感じるくらいには十分よく観察した。一人ならずの女が彼を自分の客間に独占しようとし、自分一人のように独占しようとした。そしてクリストフも何かを匂わせる微笑の釣り針を少し加えないでもなかった。もし彼に健全な良識がなかったならば、また彼女らの周囲で近代のキルケーどもからすでに多くのものが変形されている不安な実例がなかったならば、彼も無事に逃れはしなかったろう。だが彼はノロマ男の番人たるそれら美人伝の群れをさらに増加したい心は少しもなかった。彼を追っかけてくる女たちがもっと少なかったら、彼にとって危険は一層大きかったろう。けれども今ではすべての男女が自分たちのうちに一人の天才がいることをよく承知していて、いつもの例によってその天才を窒息させようと努めていた。それらの連中の考えはただ一つしかなくて、花を見れば花瓶に刺したくなり、小鳥を見ればカゴに入れたくなり、自由な人間を見れば土木に成したくなるのである。クリストフは一時心迷ったが、すぐに気を取り直して彼らを皆追い払ってしまった。運命は皮肉なものである。無頓着なものには勝手にその網の目をくぐらせるが、疑い深いもの、用心深いもの、聡明なものに対してはなかなか取り逃すまいとする。パリの網の目にかかったのはクリストフではなくてオリビエであった。彼はクリストフの成功のおかげを被っていた。クリストフの名声は彼の上にも反映していた。6年以前から時々書いていたもののためによりも、クリストフを見出した男として前より一層世に知られていた。それでクリストフへ宛てられた招待の賞判を受けた。そして密かにクリストフを監視するためについていった。多分彼はその監視の務めにあまり気を取られて、自分自身を監視することは怠っていたに違いない。恋愛は通りかかって彼を捕らえた。それは痩せた愛くるしい金髪の娘だった。狭い澄んだ額の周りに、さざ波のように揺らいでいる細やかな髪の毛、やや重たげなまぶたの上のすっきりした眉、眼雷光の青みを持った目、小鼻のピクピクしている繊細な鼻、軽くへこみを帯びたこめかみ、気まぐれらしい顎、隅がやや膨れている利発な逸楽的な口、バルメジアニの式の純潔な小繁重心みたいな微笑、それから長いほっそりした首、程よく痩せた体を持っていた。何かある楽しげな気がかりらしい色が浮かんでいるその若々しい顔は、目覚めくる春、春の覚醒の不安な謎に包まれていた。彼女はジャックリーヌ・ランジェという名だった。
彼女はまだ二十歳になっていなかった。自由な精神を備えたカトリック教の富裕な立派な家庭だった。父親は発明の際ある低利な裁けた技師で、新思想を歓迎していた。勤勉と政治的関係と結婚とで財産をこしらえていた。財界におけるパリ風な美しい女との恋と金との結婚。金銭は残っていたが、愛情は飛び去ってしまっていた。それでもなお多少の火花が消えずにいた。なぜならどちらの愛欲も極めて強烈だったから。しかし彼らは大げさな定説観念を鼻にかけているのではなかった。各自に自分の仕事や快楽を追い求めていった。そして利己的な気ままな抜け目ない後伴侶としてよく気が合っていた。彼らの娘は二人の間の連携であるとともに暗黙な競争の種となった。二人とも娘を嫉妬深いほど愛していた。どちらも娘のうちに好ましい欠点を備えている自分の姿を見出し、その欠点は娘の優美のために理想化されて目に映った。そして互いに娘を奪い取ろうと内々努力した。娘の方では全世界が自分の周りに引きつけられていると信じがちな子供特有のずるい無邪気さを持って、そのことを感じずにはいなかった。そしてそれにつけ込んだ。両親の間に絶えず愛情のせり上げを起こさした。どんなわがままでも一方から拒まれるときっと他方から承知された。すると一方は先を越されたことに困って、他方が与えた以上のものをすぐに与えるのだった。かくて娘はひどく甘やかされた。ただ幸せなことには彼女は性質中に何にも悪いものを持ってはいなかった。利己心を除いては、ただしこの利己心はすべての子供にほとんど共通なものではあるが、あまりに大事にされる金持ちの子供にあっては、障害のないことから来る病的な形をとるものである。ランジェ夫妻は娘を寵愛しながらも、自分一身の安逸を少しも犠牲にしたがらなかった。一日の大半は娘を一人放っておいた。それで娘は無双する時間に少しも不足を覚えなかった。彼女は早熟である上に自分の前でされる不謹慎な話からすぐに啓発されて、6歳になった時にはもう夫や妻や情人を人物とするちょっとした恋物語を人形に話して聞かせるようになった。元より彼女の方に悪心は少しもなかった。けれどそれらの言葉の下にある感情の影をちらと見た目から人形へ話すのはふっつりよしてしまって、その死を自分自身だけのものとした。彼女のうちには無邪気な情欲の素質があって、それが地平線の彼方遥かな目に見えない鐘のように遠くで鳴り響いていた。時々風がさっとその肩掛けを吹き送ってきた。それがどこから出てくるかはわからないが、それに包み込まれて顔が真っ赤になる心地がし、怖さと嬉しさとで息もつけなかった。何のことだかわけがわからなかった。それにまたそれは来た時と同じようにふっと消えてしまうのだった。もう何も聞こえなかった。かすかなそよぎ、それとわからないほどの余韻が青い空気中にうっすり残っているのみだった。けれど彼方山の向こうにそれがあること、そこへ行かなければならないこと、
できるだけ早く行かなければならないこと、それだけは分かっていた。そこに幸福があるのだった。ああ、そこまで行けさえしたら。